川端雅人、川端雅人ベスト16初登場、クロストラストワークス、そしてブリッツワークス、これも本当に危ない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 危もういきなり本番ですからね。スタートいたしましたブリッツワークスの村健、前回の第3戦の優勝者、一体どのような走りを見せるのかどうか。おお、ずっと打ってきた。そこで振り返して振り返して2個目もうまく回ってった。さあこれがラウンド3の優勝者、あれ OK、大野汗団日本一、いや世界一の村健の走り。さあ続いて出てまいりましたゼッケン2番 HKS ワークス、谷口のホテルだ。きっちりとクリップを取った。2個目のクリップちょっと流れ気味、そして深いアングルで深いアングルで3コーナーもう見えない状態で持ってった。ノムケンもチャラ男もスピード的にはすごいよ。いや、ね、1コーナーがね昨日よりも全然オーバースピードで来てるんで2コーナーのタイミングが合ってないね。いやいやグリーンのマシーン慶応キス S15 踏んでる踏んでる踏んでる、気合入ってますよ。開幕戦第2戦の優勝者、ここはどうくる。オータポリスグリップを取った。早い切り返し持ってきた。うまい、これがワクワク感の前橋ゆき。三木隆二がどれだけ走りを見せるか、スピードで入ってきた。いいラインだ、いいラインできた、いいラインできた。振り返しもいい、振り返しも速い、キレがある三木隆二。これは持っていく持っていく持っていった。三木、これ三木も決めましたね。三木隆二も決めました。この2コーナーの僕らの前の角度は半端ないですね。熊久保の虫毛 S15 470馬力、これもいい。オレンジャーのシーケンシャルミッションで入ってきた、きっちり来た、やってる、かっこいい。これは持ってきた。98.5、昨日の練習走行で悩んでいた熊久保がここで来て本番で開花いたしました。ゼッケン7番の日比野哲也、軽量86、150馬力、クリップを取った。おー、ものすごい、100点。そんなの回れるわけないじゃん、バカかあいつは。いや今ね、縁石の外全開で踏んできましたよ今。あいつおかしいぞ。教えた通りだよ、ほんと僕が教えた通り。あんたたち以上なのは間違いないです。さあ続いて入ってまいります、ゼッケン8番の田中和弘、早い、振ってきた。あークリップ外した、クリップを外した、1コーナーのクリップを外しました。2コーナーのクリップも、2個目のクリップを乗ってきた田中和弘が、ギリギリ蹴って持ってったけれども、スピードも遅いし、これは田中本来の走りではない。 T78 タービンの680馬力、黒井が横を向けてきた。ものすごい角度でクリップを取ってくる。黒井も今日は乗れているぞ。上野隆弘450馬力、スーッとコーナーをかすめて、角度こそありませんが、これはライン取りはきっちり綺麗に取ってった。悪くないんだけど、ちょっと今スピードが遅かったかな。スピードが遅いのと、はい、煙が少ない少ないですね。AE86、そのサウンドが聞こえてまいりました。寺崎ゲット、あー深い、あー奥目だ。クリップを外しました。1コーナー2コーナー両方ともにクリップを外した。1個目のクリップを外しただけでね、はい、ここからは点が入らない、入らなくなりますからね。厳しい世界です。はい、さあ続けて水色の FD、 アーリーヤマミヤの RX7、 430馬力のこの FD 蹴ってきた。まずは1コーナーのクリップを取って、あー浅いミスった。2コーナーのアプローチ、まっすぐ入ってきてしまいました。末永正雄ミス。どっちにしてもやっぱり1コーナーの進入はちょっと遅いですね。ゼッケン14番平岡義良86、クリップ取った。さあここから早い切り返しでどんどん組んでくる状態だ。アウトライン出てきた、組んでくる。リアワンパート出した。それでも組んでった、やはりいった平岡、バカかお前は。さあ続けてゼッケン16番の内海明則だ、ロータリーサウンド、おー入ってきた、入ってきた、あー切り返しは持ってきた。切り返しがちょっと遅れ気味だろうかと、この角度でいけるのか、いけるのか、回ったスピン。熊本出身の上を回ってる、踏んでる踏んでる、ものすごい踏んだ状態だ。上尾のこの全開率、踏みっぱ、この86勢はみんなバカですね。
すいません、これアクセルそこ抜けますよ。さあ続けて同じ86ということになります。軽量86の200馬力ゼッケン18番の吉岡俊樹です。おお、手前から入れてきた。そして振ってきたぞ、振ってきたぞ。これは吉岡いけるぞ、いけるぞ。持ってった99ターボ仕様の86です。田所よしふみ、はい、これ、あ、わあ、これは奥目、奥目、これはクリップ取れません。ドアのカラーリングがないのは昨日ドアの外反だけがぶっ飛んでいきました。非常に珍しい現象の田所。 A31 セフィーロ、高取道広の、うわー振ってきた、いやロングで振ってきた。今のあ引っかかった。今のロングの角度はそんなに速度が落ちるっていう感覚なかったですね。さあ続けて赤の86はゼッケン30番の林渡る。ああやっぱり奥か、あクリップを取れず蹴っていきますが、ここは林渡るの中でもあバンパー踏んでった。こうなったら吉岡のバンパー踏んでやれやろうみたいな感じですね。チクショーみたいな、お前のバンパー踏んでやるみたいな感じですね。450馬力泉田がスーッと柔らかく入ってきたけども、ちょっと角度がついていなかったか。失敗、ここはちょっと角度がない状態で、それでもこの後は豪快に持っていく。ゼッケン33番の久保智之の86です。スーッと持ってきたが、ちょっと外しました。一写真ほどクリップを外した久保、この後は無難にまとめます。おっとリアバンパーを破損。しかしやはり1コーナーのクリップ落としたところがちょっと響きます。ニューカー RX8JIC450 馬力、山下浩一スーッと入ってきた。この切り返しがちょっと遅れたか。2コーナーのクリップに対してちょっと切り返しが遅れましたか。86ターボベテラン前田健、ちゃんとクリップを通ってきた。クリップを通ってきた。これはセオリー通りだ。いいよ、これいいよ、これいいよ。やっぱり86か。これは決めましたよ今のは。99。さあそしてもう一人元気のいい86は四国からやってきた親父鳥41歳田中靴則、215馬力の SR ターボ。グリップを外して、あー危ない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 、あー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 、痛いぞ、痛いよ、痛い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 、やろう、ほらやろう、靴則、田中、上、ブ、砂がまずい、あーもう大丈夫、マイナス100点、はい、マイナス100点マイナス100点もうだって砂、はい、だってやろ、審査委員長にお前石飛ばしやがったよ、砂利食ったもん、ふざけやがって、はい、マイナス100点ゼッケン39番です。お、林田和成です。いい1本目起きた、グリップをきっちり取ってきた。もう持ってきましたね、これもありだね。ちょっと迫力はないですけど、迫力はないんだけど、これも綺麗に持ってきましたね。これもありだね。なんか不思議な走り方ですよね。ゼッケン41番川田雅人の狙い手前から、それでも合わせてきた。ちょっと流れましたけれども、ここはアウトライン抜けて強引に来てきて、いいよいやガッツでいきましたね川端。そうですね、まさしくガッツで持っていきました。踏みっぷりがいいよ、この辺の、そこで振れ、踏んでます、踏んでる、おーかっこいい、入ってきた。この辺の踏み具合は男っぽい。リアバッパーがやっぱり飛んでった。いや俺これぞ86の走り、俺も好きだねこれ、いやー田口いいな、ノリノリです田口。いいよ、富士フレッシュマンみたいな。これはちょっと頭角ライン来てますね、完璧に。もういやなんかいいな、ああいうの、はい。さあ続けて山田真一、同じく86、元気のいい走り。 これいいね、ここも踏んできてる、ここも踏んでる。そして切り返し早く2コーナーのクリップを取ってった。そしてアウトラインにやっぱりここ来た。やっぱりここだ、ここが86のライン。もうエアロ粉々だ。なんだそこは。これね、はい、86のラインなんだよ。これ、ね、何なんですかここは。やっぱ軽いんで、はい、1コーナー2コーナーもう踏みっぱで来れちゃうじゃないですか。、はい、さあ続けてオレンジのマーク2だ。手前から振ってきた。若干クリップが甘いと、あー戻った、失敗。そしてスピンダー斉藤大吾失敗。どうしたどうした、あーもったいない。 D1 の中で沖縄選手が走ったのは初めてだ。蹴ってきた、そして切り返して豪快に持っていけ、頼んだ、いけ、いったー、おー頑張った。得点は引いても棚原で握手。いやでもいい走りですよ、いい走りだよこれ。沖縄でここまでの走りできませんよ、なかなかできないよこれ、はい、あのガッツを認めたいですね、これは見事でした沖縄、見事。
中村俊明踏んで入ってきた、踏んで入ってきて、そして2コーナーのクリップがちょっと開きましたか。中村やはりそのラインに行くか最後は決めましたね。まずまずといったところでしょう。さあ続けて鉄拳71番の川村道秀、憧れの D1 でのこれが最後の走りになるかどうか。スーッとスピードが落ちてしまいますが、あーっとそこのエアロのゾーンに入っていった。これで単走1回戦全てオーラスということになります。黄色の FC ベテランドリフト侍、マムラーが手前から振ってきた。すごいとこから来た。これをでも乗っけてきましたよ。これもありだ。これは記者さんありでしょう。来ましたね。以上をもちまして1回戦これで全て終了ということになりまして、この後1回戦の突破者の発表ということになりますので、もうしばらくお待ちください。ということで電車16台が更新いたしましたけれども、内田さん、堀田さん、注目のカードちょっと見ていただきましょう。全部注目です。全部でしょ。全部です。やはりコースが初ということで、そうだから僕らも一体、ですよね、ワクワクですよね。ワクワクしますね。これどういう形になるのか本当に入ってくるあたりから分かりませんね。なかなか初開催でしょこのコースが、ということはいかに早くこのライン取りを読み取ったやつが残ってるかということ、そうですよね。はい、引っかかり気声が出るのやっぱ怖いって言ってますねみんなね。怖い、怖いでしょうね。だって俺も折戸も1コーナーブレーキかけるもん。まあそうでしょうね、あなたたちだったらね。はい、ありがとうございます。あの、いや僕たちの凄さ知らないんですよ。いや僕は多分2足さらに落としますからね。ノーアル高は爪を隠さないと。いや何も隠してるもんないじゃないですか。全部隠してます。さあ、さあ栃木県にどうやらスタンバイできた模様です。ベスト16、1回戦1組目頭が動いた。そしてその後ろから名村ドリフト侍が追いかける形。2台が並んだ状況で今これから1組目1コーナーに入ってくる。風間が前だ。さあこのスピードの状態で風間が1回振った。白煙を上げた角度で風間が来た。そして今村が一気に突っ込んでくる。今村飛び出た。見せる見せる今村。今村ね、風間のスピードにつられた今。おーっと思いましたけど、やっぱ曲がれましたね。あれクロスであの速度で曲がりませんよ。いや、もちろんですよ。あれで入ってきて、はい、もしライン上で曲がっていっちゃったらすごいことになる、ということで、これは1本目、大きなアドバンテージ。10-0 でしょ、これ。今度はドリフト侍が前です。後ろから緑の S1 号。この風間や静が追いかける。普通にやれば風間は勝つ。しかし、それでは勝負。おー、ものすごい角度。ものすごい角度で取れた。戻りました。今のはもう7-3で侍、はい、7-3で侍だけどね、さっきのがあるから、はい、勝ったのは緑の車、風間康之。ただこれ1本目、ドリフト侍がですね、あまり大きなミスをしなかったですね。風間も負けてますからね。あれ飛び出てなかったら、まあ、おあの侍勝ってるよこれ。侍勝ってますよ。侍勝ってますね。なんとしてでもここで勝ちたい。ここで勝てばベスト8ポイントを得るということになりますので、非常に大事な戦い。前田健と上尾勝弘。今の上野いけるいける、いける、ね、大体ね、いけるいけるって時は一丁と って失敗しちゃうんですよ、ね、あいつがね。さあスタートしてきました。これが2組目1本目ということになります。マイケン、うわー、ものすごい角度、角度いい、そして角度で、うわー、なんだこれ、失敗だ。はい、見事に僕が想像した通りになりました。内田さんどうですか今の。もうノーコメント、ノーコメント、10-0 ね、なんで。でもね、今のマイケンの侵入見ました。いや、角度よかった。すごい角度でしたよ。すごい角度で入ってきた、ね、これで決定するかどうか。前田健が大きなアドバンテージを得て2本目ということになります。上尾勝弘が前、そして後ろから前田健が追い抜ける形で、おー、追いついてるよマイケン。マイケンが来る。上尾の1本目より、やはり走りを見せる。マイケンいいよ、マイケン、マイケン、まあ、パワーの差はありますからね。この勝負これで決まりました。前田健、しかし上は想像通りのことをしちゃったなあいつ。さあ続けて1回戦いよいよ3組目ということになります。どうやらスタンバイができました。注目のカードになります。実力そして人気ともにナンバーワン、ブリッツワークス野村健。そして対するは川端正人。川端正人ベスト16初登場、クロストラストワークス、そしてブリッツワークス。これも本当に危ない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 
ノムケンびっくりしてる。なんだ川端。ノムケンが今びっくりしてたもんだって。川端なんだ舞い上がっちゃってな。舞い上がってます。今やばかったんですよ。うん、結構。でノムケンもそう一番だから上がってきた。上がってきた。あもう帰ってきた。ノムケン大丈夫かね。いやー湧くった汗かいてる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 汗かいてましたヘルメットの上から大丈夫だと思いますけどヘルメットの上から拭いてどうすんだ汗拭いてたもんだっておい川端どこ行くんだ川端いいよお前素直にお前バカじゃねえか川端川端バカだお前は川端帰ってこいおいおい先輩の行動をどう見たってノブケンそこで U ターンしてんだおいおい川端しかしこの男なんかやってくれそうですねもしかしたら川端はねアメリカでも暴れてましたからね暴れてましたからね基本的に暴れん坊な人間なんてねあれねあの性格はすごくおとなしそうで無口なんですけども走ると変わるだけ、ね、切れますからね、さあ今度は前が野村健後ろから川端雅人が追いかける入ってきました2台が並んだ状況ですここはスーッと帰ってきたスーッと帰ってきたこれは抑えた野村健これは抑えたここはきっちり抑えたいいんで川端が行きますがこれいやしかぶら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 危ないな川端ベスト8進出野村健、はい川端もでもね本当にギリギリのところまで頑張りましたね、はい、そうですねこれは川端大健闘ということで、はい、ここで敗れてはしまいましたけれどもおそらくこれで初ポイントゲットということになりそうです ね、 川端はね平岡秀夫そして谷口信輝 S15 AE86 非常に難しい車両の対決ということになりました。踏んでるよ踏んでるよスーッと入ってきた谷口戻った谷口が若干戻ったそしてアウトラインで谷口がついていきますインからついていく1回2コーナーでやはり若干これ戻った谷口戻ったのがありましたね若干戻ったね、はい、戻りましたねそこのわずかなミスこれはアドバンテージどのぐらいですか千谷さん渋六ぐらいだね渋六大きな差にはなってね、うん、森尾さんもそうですね今ね進入もね、はい、平岡の方が若干手前から始まって、はい、で2コーナーのアプローチで若干谷口がね、うん、一瞬戻ってんのさあその辺入れ替えた今スタート地点に入ってすぐスタートしてった谷口信輝が前後ろから86平岡が追いかける形で入ってきました2本目ものすごい角度できた谷口角度ある角度できた谷口そしてそれに対して平岡がいったーコースアウト平岡が大きなミスだこれは平岡大きなミスをしてしまいましたあれで平岡普通に回れればですね面白かったんですけど今のがついていければ外にはみ出さなければしかしそのシルビアの速さに惑わされたやはりアクセルを踏んで踏んで踏んでの状態で同じような状況で駆け抜けたかった平岡勝ち名乗りを上げましょうベスト8進出谷口信輝あのね、はい、チャラ男の角度はいいよいい角度できますね今入ってきましたね確かにね、うん、シリーズランキング9位の黒いやつに対するはやはり新人と言っていいでしょう、はい山田真一おー来た来た5組目が入ってきたこれがまずは本番1本目だまずは黒井が前そして後ろから変わんないね山田が追いかける黒井の角度そして前回の山田これは黒井とそして山田山田が増えてきた山田追いついちゃったよちょっと2コーナーから不利な86が追いついちゃったよ千葉さんこれは若干のアドバンテージ山田ですかいや若干あ森戸さんは73ぐらい、ね、73おっとさあ土屋圭一64織戸学ぶ73でお湯割りでお願いしますアドバンテージ山田真一ということになりました、うん、さあスタートしてきました白の86山田が前そして後ろから黄色のシルビア黒井が追いかけるという形さあ黒井がどうする黒井がいやいやいやアンダーいやいやアンダー黒井戻ったアンダーだよこれはやられたアンダーだよ山田だって今完璧だったもんなんとシード選手がやられました山田真一白い86吉岡俊樹とそしてオレンジの S15 熊久保信重ぴったりとくっついて入ってきたさあ来た吉岡そして熊久保が入ろうかとあ危ない危ないあれ OK 若干のミスということにでもなりまわれますねこれ熊久保としても思ったほど懐に飛び込めなかったという感覚があるんじゃないですかあるね入れ替えで勝負がつきますかどうか熊久保信重が前後ろから吉岡俊樹が追いかける2本目ということになります懐に吉岡が入れるかどうかおっとどうしたオーバーテイク勝負ありベスト8進出吉岡俊樹
もう前後バンパーなんかありません。田口直樹もう必死でここまで上がってまいりました。しかし三木隆二、当然そんな新人、勢いのあるやつを負けるわけにはいかないんです。さあハイパワーの S1 号とローパワーのこの86の対決はどういう勝負になりますか。クロスした状態でまずは伸びるんだよ三木、そしていいよ、あーまっすぐ田口が来た、まっすぐ来ちゃった。さあこれは大きなアドバンテージだ。アイアム10ゼロ、そうですね、イエス、イエス、あなたは10ゼロですね。ミートゥーとかなんかイエス、イエス、じゃなくてセームシンキングですよ。セームシンキングってお前じゃ何もしなくていいのミキは。ほんと普通にドリフト、サイドでも何でもいいから確認してくれる。何でもいいから、もうカクカクドリフトでもいいから、なんちゃって D1 ドリフトでもいいんだ。なんちゃってでもいいよ、もう土屋さんみたいなドリフトでいいのよ。それね、お前それは言い過ぎなんじゃないか。違う違う違う、いやお前それは言い過ぎだろ。そのぐらいすごいこと、それじゃ落ちちゃうだろ。今度は田口が前、そして後ろから三木隆二が追いかける。三木隆二は普通に回ってくればいいんです。普通でいいんです本当に。田口はもう捨て身で来い。さあその思いを存分ぶつけた。まっすぐ来た三木、普通にドリフト。三木本当に普通にしてる三木が本当に普通にドリフトした。はい、ね、オッケーですね。圧倒的な勝負あった、ね、おい、面白くない、あのミキの当たり前のような普通のドリフトだっていいんだもん。それであの何舐めたようなドリフト、いやだってそれでいいんだもん。ベスト8進出、ミキ隆二。いやリンダはなんとか勝ちたい。オリドの一番弟子として勝ち抜かないと、はい、オリドは認めてないですけどね千田さんがどうしても一方的に言うもんだから。リンダはオリドに憧れて RS カラーにしちゃったの。いや勝手にしたんじゃないですよ、スポンサーついてるんですよ。あそうか勝手じゃないですよあれ。前が日比野、後ろから林田が追いかける。1本目ということになります。入ってきた日比野、そして林田もそう大きなミスはありません。ここまでのミスはない状況、追いかける林田、逃げる日比野。この辺は450馬力、なんか同じような雰囲気がありましたね今。あのね、どっちかっていうと、はい、2人とも、うん、しょぼしょぼ今若干本来の走りではないかと、うん、林田和成、日比野哲也、ゴムの状態で2本目で勝負がつくかどうか。今入ってきました、ちょっとクリップを外した、まっすぐ目で日比野が流れた、日比野が流れた。これはダメだ、日比野が終わった、日比野敗れた。リンダ勝っちゃったよ。これはベスト8、ベスト8進出、林田ベスト8、リンダ勝っちゃったよ。イエロー、あイエローが出ておりますが、林田が飛び出た、やりますね。なんと林田が飛び出た、大きなクラッシュなんていうことになると。いや大きなクラッシュですねこれは。ウィン、うわ本当だ、ええ、立体交差向こうで林田がなんとクラッシュ、うん、これはね、なんで笑うんだよおいこれは意外と大きなクラッシュの可能性ありますよ。これは土屋さんっていうか、あそこには客も一人もいないんだよ。あ、うん、グラベルアウトで、うん、とりあえずは大丈夫。ただこれもやっぱ説教の対象ですね。いや野村健対谷口直輝、うん、山田真一対吉岡俊樹、三木隆二対林田和成と。三木気をつけてくださいね、林田には今変なパワーがありますよまずはベスト8、1組目風間康幸と、そして前田健の戦いからということになります。今シーズンの戦いで風間康幸、前田健、この戦いはまだありません。さあどういう勝負になりますか。これも面白いですよ。玉金の車も速いよ、ストレート速いですね、ターボですからね、240馬力くらいあるマシンですから、うん、コーナーでもねちゃんとパワー出てますから、はい、もちろん総86だからって言えるようなね、馬鹿にできるようなものではないですねこれね、はい、先行風間康幸、そして追いかけるのが前田健という状況で、まず1本目、いやクリップを取ってきた、角度一緒、すごい角度だ風間康幸、これは角度、角度と煙番長だ。ニコーナーのクリップまで五分だったで、さあ戻ってまいりました、若干のアドバンテージ風間義行ということで、前剣が前、後ろから風間義行、さあ両者ともいい形できました。ミスがない状況下の中でこれは食らいついていく風間義行あー危ない危ない危ない。ベスト4、はい、最初にその座を仕留めたのは風間康幸。前田もね、あの日本ね、はい、やっぱね小さいんですよ。今度はブリッツ対エッジケース、ノムケン対
谷口、これ今シリーズランキングトップ同士の対決ですよ。52ポイントで同ポイントなんですよ。52ポイント同士の対決ということになりました。いよいよスタートしていきました。まずはノムケンが前、後ろから赤の谷口1本目、角度でノムケン、角度ノムケン、さあ切り返して入ってくるか。いやここはうまく抑えた、はい、いやしかし両者ともに合わせるようなドリフトは見事です、うん、2台の接近したドリフトは合わせた感じ、まあ、前を行くノムケンが若干有利でかっこよかったっていうのはありますね、やはりね、角度がね、はい、2本目入れ替えということになりました。今度は赤のマシン S1 号谷口ノブテルが前、後ろからブリッツのマシン使いライン野村健が追いかける形の2本目です。さあ交差した状態でクロスとして入って、うわーノムケン大丈夫かこれ、ノムケン大丈夫か、ものすごい状況、見えない見えない見えない、見えない、この立ち上がりは両者ともに白煙番長なんで見えません、見えません。ポイントとしては1コーナーから2コーナーに関してなんですが、今は谷口の方が有利、はい、これは審議ということになりますが、それぞれ、両者ともにありました。1本目ほぼイーブン、そして2本目大きなミスが、これはあったのかどうかという審議になります。これでのミスでのポイントでどれだけのポイント差があるかということで、どうやら決まりました。さあちょっと長引きました。うーん、かなり揉めに揉めたこの結果、サドンです。土屋さんお願いします。あのね、はい、1本目の野村の1コーナーから2コーナーの角度、はい、これはもうやっぱりポイント的に高いんだよ、うん、で2本目、はい、野村がミスってんの1コーナーで完璧に侵入した、うん、これはもう谷口絶対的な有利な、はい、そうですね、はい、これはじゃあもう一本やらせようかなと、うん、なるほどね、はい、オリオさんは、はい、全く同じですね、 ですね、はい、ちょっとまたトラブルが出ましたか。前回の第3戦恵比寿でも燃料トラブルがありました。最後の最後キビノとの決勝戦でもその燃料トラブルに流されました、このブリッツワークスのスカイライン。さあスタートしていきました。サドンデスの1本目、はい、意地と意地のぶつかり合いワークス対決、ブリッツ対 HKS、 野村が前、谷口が後ろ、さあ入ってきた、ここでどこまでか、野村健が大丈夫大丈夫止めた、しかしこれはどうした、なんとなんとレッカーです、野村健がハマった、珍しいな野村健、やっぱね 1コーナーがね、やっぱね思ったよりもねスライドしすぎちゃう感じで2コーナー、ね、2コーナーに対しての合わせがなかなかできてなかったんですよね。実はこのサドンデスティガーさん、あの追走に入ってそうなんですよ、ね、ここで救出したとしても、これ折野さん、下さん、これマスキン的にはどうなんですか。いや多分問題はないですよ、ちょっと何も石がますけど、ね、こう変なところに絡まなければいいんですけどね、あのブレーキにキャリパーに噛んだりとか、はい、さあこの救出をゆっくりと見守る谷口信輝、今何を考えているのか。やっぱりね、はい、こう相手がチャラ男だからね、うんうん、ノムケンもちょっと 気が入ったね、入りましたね、うん、気合入りすぎたね、よりスピードをつけてこないとというのは当然あるわけですから、うん、アウト側に谷口ノブテルがもうすでにスタンバイ、そしてイン側に白のスカイラインブリッツワークス、さあここはメカニックが離れました。どうやらスタート地点にブリッツワークスの村健が来た。さあいよいよここで満身創痍、はい、それでも勝負は続きます。さあドンデスの2本目ということになります。これで勝負がつくかどうか。さあクロスした状態で今入ってきました、さあドンデスの2本目、こっから振ってくる、ダメだダメだ、もうリズムが合いません。やっぱね、やっぱどうもあの1コーナーの振り出しが大きいんですね、全くもって1コーナーから2コーナーにかけてのリズムが取れなくなってしまいました。またしてもグラベルにはまって脱出することができない、非常に悲しい状態に野村健追い込まれた。ここで勝負あり、86同士の対決ということになりました。新人ここまで頑張ってなんと初ポイントゲット、山田真一、対するは今シーズンやはり初ポイントゲット吉岡俊樹ということになります。両者ともに NA チューンの軽量ボディの86、同じようなチューニング、さあ来た山田、おええの山田、戻った吉岡、吉岡戻った、吉岡アンダー、吉岡のアンダーは大減点、これはアドバンテージ7-3で山田ということですね、うん、
入れ替え2本目、吉岡が前、そして後ろから山田が追いかける形。200馬力吉岡、180馬力の山田、ラインをクロスしながらまず入ってきた。吉岡角度がいい、これは吉岡の角度がいい。さあいった、ということが決定です。吉岡俊樹、いやー起死回生でしたね、うん、いや、だいぶね形変わってきますよ。だいぶなんか今スタートした状況、勝ったマシンとは思えない状況になってます。車が小さくなってきますよ。林田和成と、そして三木隆二が、このハイスピードコースに関してはリアウィングないのは二コーナーは抑えきれないよ。三木隆二が前、林田和成が追いかける形。しかし林田もついている、林田もついている。三木隆二の角度に対して林田ちょっと流れ気味、あ戻った戻った。ここはちょっと抑えがやはりなかったかなという感じがいたします。林田和成さあスタートしていきました。ベスト5進出をかけて三木隆二が大きなアドバンテージ、これが2本目。おー三木かぶってるよ。林田に対して三木もまだまだこれはやめてない。三木が入ってった、抜いた入った入った入った、一生出した、抜いた。バカだなあの男は。いや三木ね、やっぱね、なんかさっき言われたのゲットだったんですが、ねえ千代さん、やったじゃないですか。だから三木かっこいい、かっこいい、完璧。やっぱね、11人家族だけある。うん、やっぱね、弟食わせなきゃいけないですからね。これはちょっと三木隆二貫禄がちていったところですかね。ねえ、ちょっと差がありましたね、はい、これは。さあ、ということで千代さん、ベスト4、はい、4名のドライバーが出揃いました。このカードやばいね、これ、はい、準決勝1組目風間康幸対谷口伸輝、はい、2組目の対決は吉岡俊樹対三木隆二、これも面白い ねさあということで、どうやらスタート地点に準決勝赤と緑、もう見慣れたこの2台が、うん、もうスタンバイしております。両者ともにスピードはもう十分にあるわけですから。だってこれ優勝決定戦みたいなもんだもん。そうですよ、毎回毎回この決勝戦でこの2人は当たってるわけですからね。さあ決勝に上がるためのまず1本、風間康幸前、そして後ろから谷口伸輝、入ってきました。早 早いよこれ、2台とも、おー両方角度いいよ、両方ともに角度、おー風間の角度がいい。ゴムじゃないですかこれは。2コーナーゴム、ちょうどゴム、2コーナーの角度は、はい、ちょっとやばいね、うん、でこれは、はい、追いつけない追いつけない、うん、これはアドバンテージとしては風間でしょう。64ですか土屋さんは。堀田さんは。僕はね、1コーナーが今ちょっと谷口の煙が出てたような感じがありましたね。なるほどなるほど。で2コーナーは風間の方が良かったような感じがあるんで、2分と見ます僕は。さあそう大きな差はないんですが、大きな差はないです。これもまた若干若干あるとしたら風間という状況、しかしこれは分かりません。さあこれで勝負がつくのかどうか。クロスした状態で今進入してきた。おお、いい角度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 。おお、腹入った。ああ、これはこれはこれはダメだ。これは風間行っちゃった。これはダメだ。これは大きな大きな減点というよりも、千田さん、これはもうダメ。失格ですね。失格。これは思った以上に食い込みました。しかしあそこまで相手を飛ばしてしまっては、その時点で失格と。失格いうことになります。風間は去年の二の前ですよこれじゃ。これは風間ちょっと行き過ぎましたね、あそこを抑えないとというところ。しかし心配なのは谷口の、まあ、勝負ですからね、あのぐらいしょうがないですよね。谷口のマシンが、いや今のスピードは高い、スピードは良かった、あ今のスピードは高い。決勝進出は谷口伸輝です。いやこれはフロントホイールだけですか。いやだからその分アライメントがどこまで影響してるか。さあこれは短い作業の間で修復ができるのかどうかということになりますよ。これ千田さん、ホイールだけかな。ホイールだけであればいいんですが、ホイールが相当歪んでるのは分かりますね。あれ、まあ、そうですね、フロントとフロントが当たってる感じですね、はい、で風間の車ジャンプしてますから、どこまで修理が可能なのかどうか。決勝進出の座は得ました谷口伸輝、しかしこれは強いの指揮ということになります。はい、技術の見せ所じゃないですか、うん、
状況が心配なんですが、はいはい、さあ決勝進出もう一組あるんです。ここまで勝ち上がりました AE86 吉岡俊樹、対するはもうベスト4は常連、ベスト4まではいらないんです、この上が欲しい、トップシークレット三木隆二。決勝進出はどちらか、まずは1本目、ああジャッカーアンダーか、吉岡は角度をつけてきた、吉岡もミスった、ミスった。これは茶さんどう見ますか、ポイント的に五分。森田さんは僕はね今ね、はい、吉岡の方が1コーナー全然手前から流してるんですよね、流しました、はい、それに対して、はい、ミキがアンダーステア出してるでしょ、はい、吉岡はらんでるんですけど、はい、それほど失速してない感じがするんですよ。なるほど、うん、僕はちょっと、うん、吉岡有利かな、吉岡有利僕は見ます、ほう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 、これ入れ替えて、うん、ミキが前になりますから、うん、これはもうね、ミキとしてはもう自分の走りをすれば、そうそうそう、吉岡も入ってくることはできませんからね、うん、これはそう、ミキは絶対的な走りをすればいい、はい、今度はゴールドマシン S1 号ミキ隆二が前、そして入れ替わって白の86吉岡俊樹が後ろから追いかける形の2本目入ってきた、まず、ああやっぱりミキが若干戻る、やはりミキが戻る、そして吉岡がついていく、さあ2本目終了、これをどう見る、これはもう決まりです、決まりでしょ、両者ともにあっさり決まりました、吉岡俊樹だ。ミキもここまでは来るんだけどな、あどっから先行けないんだ、どうしてもミキが決勝に行けない、あ弟たちも泣いてますよ家で鳥取の、ね、まだ下はね中学生になったばっかですよ、お兄ちゃんお腹すいたよといやいやそんな貧乏じゃねえぞ、これで最後優勝決定戦ということになります。スタート地点には吉岡俊樹のマシンがもうすでについている、メカニックが今タイヤ交換とそしてボンネットを開けた状態で最後の微調整をしている状況か、しかし谷口信輝のマシンはまだこのコース上にはありません。谷口信輝のマシン、先ほどのダメージがどれだけあったのか、今メカニックが懸命に作業をしている状況下の中で、その修理が終わり次第このスタート地点に戻ってまいります。おー来ました来ました、帰ってきた車、どうやらどの辺までの交換作業をしたのか分かりませんが、まあ、でここの時間で直ったということは、おそらく、まあある程度のパーツを変えて、うん、ホイールとタイヤホイールと、もしくはタイロット、そう、その辺を変えて大丈夫だという判断じゃないですかね、これ。さあ行きますよ、お客さん最後ですよ、盛り上げていきましょう。スタート地点に着きました。さあ盛り上げていこう。そしてアウト側にゆっくりとゆっくりと谷口信輝のマシンが今これから着こうかというところ。いよいよ D1 グランプリラウンド4オートポリス、これが最後の対決ということになります。さあ問題がなければ。合図があってスタートしていきます、この両者決勝戦スタートしていきました、出発いたしました、これが最後の対決、クロスした状態で入ってくる、ものすごい角度、谷口いい状況だ、しかし吉岡も追いかける、滑ってる、吉岡も追いかける、おお滑ってる、これはね、はい、マシンの状態加味しても、はい、1、2コーナー谷口、はい、2コーナーから先は吉岡、はいはい、五分ですか、五分だけど若干谷口、俺の名は、うん、Me too です、全く同じ全く同じ覚えましたね、Me too、はい、拍手されてるよ、はい、今度はこれ逆転してですよ、はい、これついてくる谷口が、うん、ああいう進入がじゃあできるのかどうかがポイントですよね、うん、合わせられるかどうか、そうですよね、86に今度は先行86ですから、ね、はい、86の後ろだとミス出やすいですからね、出やすいですからね、さあスタートしていました、はい、どうやら何も問題ない、はい、これが最後の対決ということになるかもしれません、決勝戦の2本目、吉岡俊樹、前、そしてその後ろから谷口信輝が追いかけます、さあライト先頭吉岡俊樹が前、どういう形になりますか、来たー、振ってきた吉岡、そして谷口が若干イン側に入ろうかというところ、ものすごい両者のドリフト、さあこの走り、これは今吉岡の走りもいいという声が上がりました、あ今のさあこれは審議に移ります、これは審議に移ります、今の走り86とそして HKS の谷口、両者ともにいい走りはいたしました、しかし2本目の走りは確かに吉岡、これは素晴らしいものがあった、いやあのね吉岡角度つけてきてるんですよね、素晴らしい、さあ拍手拍手、さあ両者が戻ってきた、
吉岡がガッツポーズ、うん、谷口もガッツポーズ、そして何も言わないで帰っていくということはサドンデスやりたいんじゃないかお前たち、うん、発表ここだよ。いやもうね分かってるんですよ。分かってるな。分かってるんですよ。しょうがないですね、ええ、うん、ありました、サドンデスいきます。イエーイイエーイ。さあスタートしてきました、はい、サドンデスの1本目、レベルの高い戦いになった。86と S1 号だ。吉岡が一歩も引きを取らないどころか、もしかしたらこれは逆転の可能性もある。来た谷口、やっぱり来た、この先行は谷口だ。ものすごい、どこにトラブルがあったんだこのマシン。全く一緒、これなんだよ、ね、直線で、はい、離されたにもかかわらず、はい、コーナーで詰めてんだ吉岡は、うん、でも飛び込みの角度と鋭さはあの谷口はかっこいいんですよね。どうしても、追いかけようという意識があるんで、若干やっぱり吉岡浅いんですよ ね、谷口先頭だと、はい、谷口にちょっと部分があるかなって感じがあるです、ね、ありますね。しかしこれは入れ替えて、はい、これが逆になるんです。今度は吉岡俊樹が前で、谷口信輝が追いかける。さあどういうことになりますか。ライト点灯、吉岡いい角度できた。そして谷口が懐へ飛び込もうというところ、飛び込めない。しかし抜くには至らない、抜くには至らない。今度も飛び込みで吉岡。さあこれはこの審査員2人も非常に悩ましいところになってまいりました。もちろん大きな差がないということには分かっております。しかし細かいところでそれぞれ両者の違いが分かれました。今この走りの中で、今土屋圭一、そして折戸学、今この部分をどちらのポイントが高いかどうかを審議している。審査委員長、止めますか、行かせますか。今判断がつきました。結果発表ということになります。皆さんいいですよね。はい、折戸さん、はい、オートマックス2004年度 D1 グランプリラウンド4オートポリス、優勝したのは谷口信輝。吉岡俊樹、残念ながら僅差で敗れた。優勝谷口、大リー吉岡。この勝利で一人飛び抜けた谷口、王者の復活か。Tell me what's wrong and why